頼む頼む頼む。あー、はい、こんにちは、まーちゃんのお前原です。はい、今日は青鬼3をですね、今更やってみたいなと思います。ちょっとね、部屋の明かりも暗くしちゃって見てるんだけど、あんま変わんないかな。そうだね、ちょっと照明器があるか。はい、じゃあ、エイシン君やってみてください。はい、ニューゲームのヒカキンさん編をまずやってみようか。ヒロシ編の始めるで、はい、始める。はい、じゃあ決定決定。これは戦場で起きた、とてもとてもとってもとっても怖くない話。お、いや、楽しかったな、修学旅行。 お土産もたくさん買えたし、よかった。もう帰りの船だなんてあっという間でしたね。どうしたんだよ、たけし、浮かない顔して。いや、実は。なんだ。船をしちゃって。なんだ。まったく驚きましたよ、たけし。多分このヒロシがプレイヤーなんだね。仕方ない、仕方ないな。外の空気でも吸えば治るさ。ああ、外行く行く。お、聞いちゃった。お、外行けんじゃない。あ、そうやって動かすのね。で、これで、え、じゃあさ、それなるべくあのキャラクターに被んないようにね、動かしてね。うん、なんかいるね。どうだ、少しは楽になったか。いるよね、下に。あ、本当だ、ちょっと見える。うん。あ、一瞬。うわ、なんか変な化け物が、ブン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 。いや、みんな食う。うわあ、たけし、あいつ見たことがあるような気もするが、とにかく逃げた方が良さそうだ。ブンブンって何？キャー、一体あれは何者？待てジャンプだってよ。面白くなってきた。あー、やばい、こっちに上がってきた。逃げろ、みんなのところで早く逃げないと。そうだってね。おお、そのカーソル消せんのかな。おお、来たやばい。あーいきなり変わった。早すぎじゃない？ヒロシは動画投稿者っぽい怪物に追いつかれてしまった。早すぎでしょ。ちょっと。はい、逃げて。はい、さっきのところに戻ってきた。逃げて。よっ。あ、来た。早く逃げて。うわ、来た。鍵がかかってるって。えじゃあやばい。早く逃げてよ。大丈夫。じゃあ、ちょっと大丈夫。よし、逃げ切れた。なんか落ちてるよ。鉛筆を手に入れた。あ、よかった、ようやく。あ、やばいって。来た。うわ、さあ、行くよ、パパ。パパもね、初めてプレイするからね。うん、この逃げ切れないんでしょ。うん、下行けばいいのかな。なんかボックスみたいなのあればいいのかな。はい、やばい。あの箱で隠れればいいんじゃないの。どうやって隠れるの。タップ。あ、隠れた。頼む。あー、早すぎでしょ。こっちね。うん、それスタートのとこに向かって。お、逃げ切れた。あ、これ開けてみて。開けらんないんじゃない。あ、バツ。これで取れたってことだね。うん、これなんか光ってる。
取れないんだ。取れないのか。あ、あの椅子を動かして。ああ、そういうことか。やべ、動かしちゃったからあれかな。もう一回戻って、あ、いけたいけた。倉庫場みたい。こうやってこれ、そう、お、釘抜きを手に入れたよ。もういらっしゃらないの？そうだね、いらっしゃらないね。いらっしゃらない。で、さっきの鉛筆もちゃんとゲットして。そうだね、鉛筆。うわー、あー、あ、そうだった。鉛筆取ったらこうなったった。なんか音がないけど、来てるから気をつけて。うん。あ、やった。あ、なるほど。そっち行けてんのか。来ないじゃん。お、巻いたんじゃない。あ、来てる。ちょっと音なしはやばいね。オッケー。メニューとヒントが出てきたってことは、あの鉛筆取っちゃうとまずいから。鉛筆は取んない方がいいね。うん。これは何だろう。怖いんだけど、何これ。なんだろう。そこ下行けたんだね、知らなかったわ。うん、なるほどね。そう、下行って、じゃあさっきのところで、あの釘抜き、うん、あれゲットした方がいいんじゃないの。ちょっとさ、オッケー、釘抜き。この、こういう音は鳴るのにさ、なんで、このヒッヒッヒーが鳴らないんだろうね。うん、あれ、このひび割れたとこはなんだ。なんだろうね。なんか必要だね、きっとね。うん、ダメだね。うわあ。やるんじゃなかった。逃げろ。下下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 下。そう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 。まだ来る。メニューとかがないってことは来るんだ。来てるー。くるくる回って、くるくる回って。うわ、大丈夫。まだまだいる。オッケー、メニューとヒントが出たから大丈夫だ。大丈夫？ああ、あー、よかったー。 あ、そこも隠れるとこあったね。うん、いや、でも、さっきのとこでも穴できたんじゃないの？そう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 、あそこ行けんの？これもう出てこないんで、多分。穴の奥は詰まっていては、いて入れないか。ん？何か落ちてるって。空のペットボトル。ペットボトル手に入れた。あ、多分これに水入れて、さっきのやつに。水なんかどこで入れるのさ。どっかにあると思う。こっち行ってみよう。その上の方は行ってないね。そうだね。今、鍵かかってる。鍵かかってる。鍵がどっかにあるのかな。その右側のやつは、くぼみがある。くぼみがある。その右側のやつは、鍵がかかってる。鍵かかってんだ。みんな下行ってこないよ。下、あ、下、あ、確かにさっき下行ったけど、うん、早すぎて何も見えなかったから。鍵あるね。六角形の穴が開いている。ここじゃないか。鍵がかかっている。この左側も鍵かかってそうだね。うん、あー、なんでしょう。壁が削られた穴ができている。画面を長押ししてみましょう。途中で話すと穴を掘るのをやめるので注意してください。お、調査中。お、お、やった、鍵手に入れたよ。うん、やっぱあの一番下のとこかな、最初にやった左側じゃない？左側かな？あ、厨房だ。厨房の鍵だ。あ、やった。厨房の鍵を使った。助けて。うわ、痛い。食べさせろ、やばい。はい、ということでですね、青鬼釣りやってみましたけれども、うちは向いてないね。そうだね。
ということで、青鬼実況、これで終了したいと思います。はい。最後までご視聴ありがとうございました。今日の動画が面白かったなとか楽しかったなと思わないよね。でも、できれば高評価ボタンお願いします。はい。そしてぜひお友達にも教えてあげてください。はい、それと、今回のおすすめ動画、いつものところに出てますので、ぜひチェックしてみてください。はい。チャンネル登録は真ん中あたりからよろしくお願いします。ということで、今回は以上でございます。バイバーイ。